皆さんこんにちは。公明党参議院議員の秋野公三でございます。公明党は小さな声を聞く力を大切にしてまいりました。今日は皆様のおかげで実現をさせていただいたコロナ禍における対策、そしてこれからの政策についてご報告をさせていただきます。いいね公明党。10万円給付について秋野議員が感じたことを教えてください。当初はやはり、収入が減った方に対して支援を行う、これは合目的だと私は思いました。しかしながら状況が変わりました。国民全体が人と人との接触を制限する、外出を自粛する、国民全員が収入が大きく減っていく可能性があった状況でありましたので、国民全体に給付を行い新型コロナウイルス対策に立ち向かった方がいい、特別定額給付金1人当たり一律10万円の制度であります。多くの方に喜んでいただいて当座をしのぐことができた、こんなお声もいただいたところでありますが、識者の中にはもしもあの時30万円の給付にこだわっていたならばまだ給付が終わっていなかったのではないか、こういう指摘もいただいているところでありまして、予算を組み替えてでも10万円を実現した公明党に対して評価をいただいているところであり、本当に実現をさせていただいてよかったと思っているところであります。世界に先行する海外のワクチンを確保していくことも重要であると公明党は考えまして、政府に提案をした結果、稲津副大臣の方から予備費を活用してワクチン確保を果断に進める、こういった答弁をいただくことによってファイザー社より1億2000万回分、アストラゼネカ社より1億2000万回分のワクチンを現在のところ確保することができました。社会の変化にすぐに対応することが重要でありますし、国民の皆様が望むことをきちっと反映させることが求められております。マスコミ等は命が大事か経済が大事かという主張をしますけども、両方とも重要であります。感染予防策を適切に取れば感染のリスクを大きく下げることができるということも分かってきました。感染予防策を徹底しながら日本の経済も再生をさせていく、この難しい舵取りがこれから求められていくことになります。それをやりきることができるのが公明党であると信じますので、力の限り皆様と共に頑張ってまいりたいと思っています。不妊治療についてこれまでの取り組みを教えてください。公明党はもともと1998年の段階からこの不妊治療に対する保険適用を求めてきました。なかなか制度設計には至りませんでしたので、公明党からまずは助成金から始めようではないかということで、2004年の段階から1年に1回あたり10万円という形で制度が実現したのが一番最初の話であります。で、そこからやはり現状とその助成額が十分見合っていない、こういうお声もずっといただいてきましたし、その都度公明党は政府に対して働きかけを行いながら助成金の拡充、対象の拡充に努めてまいりました。経済的な理由で子供を望む男女の希望が叶えられない、そういうことにならないように私たちはこの保険適用をしっかりと推進をしていきたいと思っています。今般公明党が推進してきたことを受けて菅総理がそれを保険適用をやるという決断をしていただいたことを大変嬉しく思っているところでありまして、この20年間しっかり訴えてきた公明党がリーダーシップを取って質の高い不妊治療の保険適用を目指して頑張ってまいりたいと思います。携帯料金の引き下げについてこれまでの取り組みを教えてください。携帯電話を多用しているのはやっぱ何といっても青年世代でありまして、
かつてのナンバーポータビリティ制度を実現したのも青年の皆様方のお声を反映したものでありました。ナンバーポータビリティ制度が実現をした後も携帯料金の値段が高い、こういったお声を青年の皆様からいただく都度、公明党は政府に対して働きかけを行い、SIM ロックを解除させたり、あるいは携帯の本体の値段と通信料金の値段を分離を明確にさせるなど、さまざまな取り組みを行ってきたところであります。かつては携帯電話の目的は通話だけであったものが、今やさまざまな用途が追加をされて、若者だけではなく全国民に活用される時代となりました。料金の値下げは待ったなしだと思います。20年にわたってこの問題に取り組んできた公明党が先頭に立って、携帯電話料金の引き下げに尽力してまいりたいと思います。私自身が気がつくはるか以前から公明党の皆さんからそうした運動、署名活動を行っていただいていることを心から敬意を表したいと思います。ぜひ皆さんのご期待にお応えすることができるように、政府一丸となって取り組んで実現をしたい、このように思います。公明党は党員支持者の皆様だけでなく、多くの方々からお声を直接いただくことができる、そういう政党であります。その現場の息遣いや肌感覚というものを、これでもかこれでもかといただいたお声を制度に反映させるということは大変大事なことでありまして、与党の公明党が直接政府と話し合う、その背景に国民の皆様の息遣いと肌感覚があったということが、細やかな制度設計につながったと信じます。どんな小さな声もチームワーク力、ネットワーク力で実現をすることができる、そんな能力を持つ公明党がこれからも皆様のお役に立てるように頑張ってまいりたいと思います。小さな声を聞く力、九州公明党はコロナ禍の中でより一層一人のために働いてまいります。どんな小さな声も大切に、その実現へ向けて力の限り頑張ってまいります。